7月に向けて泳ぎやって大丈夫っていうふうに思われるかもしれませんけども、選手たちのラインナップっていうのはしっかり揃えられると思うんで、ご期待いただいて、7月の28日に2月、3月、そして4月、6月っていうものが積み上がっていくような形のドラマチックな展開をしっかり作っていけたらと、そう思ってます。